ティーラーズ14番アタックの池川健です。僕が社会人でラクロスを続けている理由は、まあ、ラクロス4年間で辞めるつもりではあったんですけど、やっぱり社会人になっても同じ目標だったりとか、あとまあ本当に仲間と、まあ、心底からこう喜んだりとか、まあ、悔しがったりとか、そういうできる経験っていうのはなかなかないなと思って、まあ、社会人でもやっぱそういう経験できる、まあ、大人というか人生歩みたいなと思ったんで続けています。シェアジュ作った理由は、そもそも本当4年間で辞めるつもりではあったんですけど、ちょうどその時に、世代別の U21 の日本代表のメンバーが、社会人になった時に新しいチームを作りたいって話と、あと1個上の先輩たち、まあ、3人ぐらいいたんですけど、その3人が新しいチームを作るっていうので、まあ、どうせだったら、新しいチームを作って自分たちのチームで社会人にトライしようと思ったのが、シェアジュを作ったきっかけです。スティーラーズの好きなところはいろいろあるんですけど、まあ、一つ目はいろんな選手がやっぱりいて、でもいろんな選手の中で共通しているのがやっぱラクロス好きなことっていうのと、あと社会人になってもラクロス上手くなりたいって思ってるところ、まあ、その2点がやっぱあるのがスティーラーズの良さだし、僕がスティーラーズを作って、まあ、みんなとプレーしている中ですごい嬉しいと思っていることです。